クレードル山イコールセントクレア湖国立公園は、オーストラリアタスマニア州の北西地域にある広大な国立公園で、中心の山はクレードル山、中心の湖はセントクレア湖である。1982年、クレードル山イコールセントクレア湖国立公園を含む、この一帯はタスマニア原生地域として、ユネスコの世界遺産に登録された。国立公園として、 公式には、クレードル山イコールセントクレア湖国立公園という一つに、くくられた公園だが、面積は1614平方キロメートルで、東京都23区の約3倍と広大である。クレードル山国立公園とセントクレア湖国立公園は、性格は異なり、公園内に両方を結ぶ車道はなく、アクセス方法も別なので、 便宜的に、クレードル山国立公園とセントクレア湖、国立公園に分け、項目を別々に立てて説明する。ここでは、共通点と全体像のみを記載する。以下も参照。神秘的な自然美にあふれる山と湖、深い樹林、静かに佇む湖、小川、人に慣れていない、野生動物、鳥、手つかずの樹木、横たわり朽ち果てる倒木の数々。 クレードル山イコールセントクレア湖国立公園は大自然の宝庫である。オークレイ山からペリーオンン山の山並みを望むタスマニアのレーオンタイウリンがある。夏にワイルドフラワーの花が咲き、秋の森林に紅葉が広がる。文明に汚されていない大自然を求めるなら、ここがタスマニア観光の頂点であり、オーストラリア全体でもトップクラス、いや、世界のトップクラスだろう。 宿泊施設、道路、トレールは、それなりに備わっている。クレードル山国立公園とセントクレア湖、国立公園の間を移動する車道は公園を、遠回りする車道があるが、それとは全く別に、この間を徒歩で行くことができる。その道は、オーバーランドトラックで、オーストラリアで最も有名な遊歩道の一つである。オーバーランドトラックは、食料を全部自分で持ち、 6 5トルの工程を約6日間かけて山小屋に宿泊しながら歩く。オーバーランドトラックも別項目で説明する。200万年前から1万年前の間に最大3回起きたとされる氷河の侵食で壮大な山々と湖が形成された。長い年月、原住民のアボリジニがこの地に住んでいた。1820年代初めて、 欧州人の探検家、探航者、入植者が訪れた。1830年代、英国の探検家で後にタスマニア副総督になったジョン・フランクリンは、この地域の古典的美しさを表現するため、ギリシャ神話にちなみ、ペリオンさん、アキレスさん、ナルシスワンなどの名前を山やワンなどに命名した。1885年、政府は、 この地域を自然保護のための公共娯楽地域に指定し、1922年に景観保護区、1971年に国立公園と指定した。1982年、クレードル山イコールセントクレア湖国立公園を含む、この一帯はタスマニア原生地域としてユネスコの世界遺産に登録された。ありがとうございます。